誰でも簡単に、ポニーテールの形がね綺麗になるような、方法を今日はやっていきます。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ロングヘアのポニーテールのやり方についてちょっと紹介していきたいと思うんですけども、と、ね、ポニーテールやる時のねポイントがね大体ね4つぐらいあります。その4つをしっかりと押さえてるだけで誰でも簡単に、ポニーテールの形がね綺麗になるような、方法を今日はやっていきますので、この夏結構ねアップスタイルやれる方って結構多いかなと思うんですけど、まあそれのね、一つの基本的なねパターンとして、覚えていただければと思いますので、よかったら参考にしてみてください。ではまずビフォーの段階でちょっとね髪の毛がかさついてる状態からスタートしていきたいと思います。今日はねバームを、使っていきます。まめ1個分ぐらいで両側を取ってしっかりとまず手になじませていきます。でポニーテールなんで基本的にこの表面に出てくるところですね、顔周りだったりとか、あと襟足のこの辺の部分、あとは表面、この辺をしっかりとつけていきます。できればこうめくって内側もつけて、で多分パサつきだったりとかね、アホ毛みたいな感じで結構出てこられる方も、たくさんいらっしゃるかなと思うので、そういうのが収まる程度、ある程度こうつけていくと結構ね潤いが出てきて、そのアホ毛だったりとか収まってくるので、それがしっかりとね確認自分でできるぐらいつけてください。で足りなかったらね、もう一度少しずつ足してもらって、髪の毛の量だったりとかね、乾燥具合で全然変わってくるので、量がまずはなんか豆1個分くらいつけて、でそれで全体的に潤いが出たら OK なんですけど、それでもね、潤いが出ない方は足して全体的にスタイリングラインがつくようにやってみてください。じゃあ次に、櫛で溶かしていきます。でこうやってね櫛で溶かすことによってスタイリング剤がね髪の毛にまんべんなく均等についてくれますので、しっかりと溶かしていきます。で今回目の細かいのでやってるんですけど、パサつきだったりとかね、溶かしづらいという方は目の粗いやこの隙間がね結構空いてるやつで溶かしてあげると、簡単に溶けるかなと思いますので、そちらを使っていただければと思います。で次に、まとめていくんですけども、ね、大体の方がもう1個でもう一番最初にね全ての髪の毛を後ろに持ってきてまとめる方がほとんどかなと思うんですけど、これだと形が綺麗になりづらいです。なので、まず1つで結ぶんですけど、一番最初は2つに分ける、結構これがポイントかなと思います。で大体分ける位置っていうのは大体もう耳から少し斜め上に上がったぐらいで取ってもらって、で気持ち心なしかこっちの方が、表面の方が量が多い感じで、ちょっとこっちが少なめの状態で2つに分けていきます。じゃあまあブラシだったりとか櫛でもいいんですけど、自分でやりやすいもので、溶かしていきます。でまとめる位置なんですけど、だいたい顎から上がってきて耳を通ってその上のこの斜めのラインですね、でまとめてあげると形が綺麗になりますので、そこに向かって溶かして髪の毛をまとめます。でここでねシリコンゴムで結んでいきます。次に下の髪の毛も同様に溶かしながら、表面のね部分が結構ね溶かしておくとかなり面が綺麗になりますので、しっかりと溶かして、で上の髪の毛とまとめていきます。で2つをまとめたらゴムでもう一度留めていきます。でこれでね2つをまとめた、まあ、1本にまとめた状態になるんですけど、これを2つにまとめているのでこれだけピシッとして、綺麗にねまとまっているんですけども、これを皆さん大体こう1つでまとめて、でまとめた時に大体たるんでくるところってこの位置なんですよね。でこれがたるむと結構ね疲れて見えたりとか、少しね、年齢が上がって見える、ポニーテールになりますので、ここがね、いかにピシッとしてるかが結構重要になってきます。なので、その辺をね、しっかりとするために2つにまとめて、1つに結ぶ。そうすることによってね、1日このスタイルもね、持ちやすくなってくるので、ぜひね、2つにまとめたものを、2つに分けて、まとめたものをポニーテールにしてもらえるといいかなと。
で次にやっぱ2つに分けてるのでここにね分け目が出る可能性もあるのでそこの部分を軽く櫛でね表面の部分を溶かしてあげる、なんか面を整えていくって感じですよね。ちょっと軽く溶かすだけでかなりね分けてた部分とかが隠れてくれたりとか綺麗になりやすい。で結構グッと中まで溶かすっていうよりは表面を溶かすようなイメージでやるようにしてください。最後にね、毛先をね巻きたい方もいらっしゃるかなと思うので今日使うのはね 26mm のコテ、これで、毛先にカールをつけていきます。で大体ねもう結構温度とかでも大体下ぐらいでもコテってある程度形がついてくれるのであんまり高い温度でやらない方がいいかなと思います。で巻く時も少しこのぐらいの毛束取ってね3センチ束ぐらいですかね取って巻いてあげる。でできるだけね毛先だけを巻く方がいいかと思いますね。で、まあ、根元からねこうこの辺ぐらいから巻きたいという方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう方に関してはね髪の毛の量がねあまり多くない方、猫系の方だったりとかは根元から巻いてもいいかなと思うんですけど、まあ、普通毛の方だったりとか髪の毛の量が多い方に関しては毛先の部分を巻いてあげる、これが結構ポイントになってくるかなと思います。で普通毛の方だったりとかね髪の毛の量が多い方っていうのは根元の方から巻いてしまうとすごくボリュームが出てしまうという恐れがあります。なので毛先だったりとかでカードをつけて、まあ、バランスを整えていってあげればなと思います。で全体的にちょっと巻き終わった状態なんですけど基本的にね髪の毛の量が多い方だったりとか普通毛の方に関しては外巻きが多い方が、形は綺麗になるかなと思います。で逆に髪の毛の量がねちょっと少なめだったりとか髪の毛が柔らかい方に関しては外巻きと内巻きをね、交互に入れてあげると全体的にボリュームが出るので、形が綺麗になるかなと思います。で最後にこのゴムの部分をねやっぱむき出しだと気になる方も結構多いかなと思うので、今日は使うのはねこのヘアフック、まあ、ゴムの部分にカチッとこうつけるだけのヘアアクセになります。でこれを最後につけてゴムを隠してね、バランスが整っていればこんな感じで完成になります。はい、ということで、こんな感じでポニーテールアレンジをやってみました。ポイントなんですけれどもまずはね、スタイリング剤をしっかりとつける。でこれをしっかりとつけることによって毛羽立ちだったりとかね髪の毛の乾燥が結構なくなります。もう一つは、まあ、さっきもやったんですけど髪の毛をまず2つに分ける、これ結構ポイントになります。で1つでまとめるとやっぱりね襟足のたるみっていうのが結構出てきたりとかね、ポニーテールが1日持たないっていう可能性が出てきますのでまずは2つに分けて最後にこうまとめてあげる。こうすることによってポニーテールの形が綺麗になって一日中持ちます。毛先に関してはね、まあ、外巻き、その次に櫛を使ってねこの分け目の部分を溶かしてでそこの分け目をね綺麗に目を整えるということをやらせてもらいました。でそれをやることによってね特になんですけど分け目が結構出やすい方っていらっしゃるかなと思うのでそういう方はかなりね櫛で溶かしてあげると綺麗になるかなと思いますのでまずそれを使ってあげる。毛先に関してはコテを巻くんですけど髪の毛の量がね、多い方だったりとか普通毛の方に関しては、外巻きベースで、でなおかつ毛先を巻くっていうことがポイントです。そうすることによって髪の毛の形も綺麗に見えますし、まずシルエットが良くなります。なので、そういう感じで巻いていただいてで逆に髪の毛の量が少ない方だったりとか柔らかい方に関してはボリュームが欲しかったりもするかなと思いますのでその方に関しては、外巻きと内巻きの交互にミックスで巻いてあげる。でなおかつね根元付近から巻いてあげるとね全体的にボリュームがふわっとして形も綺麗に見えるかなと思いますので巻いていっていただければなと思います。で最後にこうゴムの部分をヘアアクセをつけたんです。今回はねこういうヘアフックみたいな感じでね、使ったんですけどこのゴムを結ぶゴムを例えばね、ヘアアクセがついているゴムに、変えてあげても、バランスが綺麗になるかなと思いますしこういったヘアフックだったりとかあとはこうワニクリップみたいな感じで、つけてあげても、形としてバランスが綺麗になるかなと思いますので、そちらもね合わせて自分の好みで選んでいっていただければなと思います。ということで今日はポニーテールので、基本的なやり方を紹介させてもらいました。これをね覚えておくだけで本当にねヘアアレンジの形だったりとかかなり、上手に見えるようにできますヘアアレンジが。なので、このポニーテールもそうなんですけどお団子アレンジをする時だったりとかこの襟足がたるみやすいっていう方に関しては、このやり方かなり使えると思いますのでぜひ参考にしてみてください。
はい、この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。